いいっすよ、いいっすよ。おお、セクシーっすね。はい、こっちに目線、おねしょっす。山田だ。金曜。んじゃ、次は寝そべってみましょうか。おお、悩ましいっすね。いいっすよ、いいっすよ。さあ、もっと出てるところを強調しちゃったりして。何恥ずかしがってるんすか。出てるところを出さないなんて何もたいぶってんすか。今こそ自分を解放する時っすよ、しおりさん。理性のくさびを解き放ち、視聴者のリビドをかきたてるようなエロス。あーもうさっきからうっさいっすね。調子が出てきたところなんすから邪魔しないでもらっていいすか。何って見てわかんないすか。ゴールズチーム A のリーダー、たわわの女神のしおりさんのポスター撮りっすよ。わかってるんなら黙っててほしいっすわ。そんじゃしおりさん、続きを。いいっすね、いいっすね。そうそうやって自分に正直になるっす。お、今のはそそるっすね。はあ、こんなもんすかね。そんじゃ、栄養と夢が詰まった胸はこの辺にしておいて、次は尻でも取るっすかね。わあ、疲れた疲れた。ここらで一旦休憩で。そうっすね、しおりさんも山田も休憩が必要な生き物っすからね。いやー、しおりさん野生解放感が出てるんで、こいつは青少年垂涎の代物になるのでは。あ、今休憩中だって言ったばっかしじゃないっすか。何余計な仕事ねじ込もうとしてんすか。ああしょうがないっすね。あれ、山田が答えてあげるんでお便りをよこすっす。ペンネームぬるぬる生もの、穴も恥じらう20代会社員の方。 YouTuber デビューご愁傷様です。急なお世話っす。真面目に仕事してる風を装い、所長に怒られない程度に頑張ってください。山田氏のチャンネル動画が私の生きる希望になります。 PS、 ペンネームから何を連想しますか。ふん、なーにさ、また真面目なお便りを装った紳士のご登場っすか。まだ一応未成年なんすけどね。連想、そうっすね、新鮮な、ぐちゃぐちゃになるまでか、さらにその中にも入れて、そしておまけにまくったやつとか。ここ後で悪意のある編集コースってこと。はい、ペンネームライド2代目、20代、職業その他。山田さんに歌ってほしいです。歌ってください。動画待ってます。あれ、 YouTube って例の著作権、著作権保護団体的にそういうのありなんすかね。まあ君子危うきに近寄らず、歌って言えば我らドールズの CD が出るんで、そ
そちらをよろす。宣伝成功。はい、次。ペンネームサバ、18歳高校生。山田さんの好きなフルーツを教えてください。フルーツすか。ああ、そういや、前あやさんと食べたフルーツケーキ、ま、あれはなかなかうまかったっすね。咀嚼なく、甘すぎず。さすがあやさん、山田の好みわかってる。でも何のフルーツかは覚えてないっすわ。ってことで、あやさんに聞いといてほしいっす。つうわけで、まだまだお便り募集中なんで、詳細は下のリンクにあるみたいなんで、まあよろしくっす。あー、ポスター撮りっすか。今日はもういいんじゃないっすか。さっきそれなりに写真も撮ったんで、素材に困ることもないっすよ、多分。まあ、なんか足りなかったとしても、適当にさささっと画像データを編集すればどうにでもなるっすよ。加工なんてネガティブな言い方しないでもらいたいっす。編集っすよ、編集。いやー、山田もそう思うっすよ。でも体がしんどくてもう動かないっすよ。お便り紹介なんて差し込みの仕事が入ったせいかもしれないっすね。しかも休憩中に強制的に働かせるなんて老気案件レベル。お便り紹介がなければしおりさんの撮影会を再開できたんすけど、ゲホ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 。ああ、ダラドルの体が悲鳴を上げてるっす。ああ、何言ってるか山田わからないっす。何を言うかと思えば、この山田様が直々に編集しようというのだ。素材が足りないなんてことにはならないと思うすけど。忘れたんすか。簡単、斬新、合法の参加状。ちゃんとギリギリ合法の写真にするつもりなんで安心するっす。そんじゃ山田は部屋に戻ってポスターの画像編集するんで。あ、スタッフ、自分これから作業に入るんで、しおりさんに今日の撮影は終了って伝えておいてほしいっす。つうことで、これから山田は編集タイム。欲深い諸君らのために、しおりさんのたわわに山田の神の手が加えられる。決して部屋の中を覗いてはならんぞ。ふっ、次回へ続く。チャンネル登録すればいいっす。